はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストビルダーズ2のパート3ですね、やっていきたいと思います。大木槌のじいちゃんみたいなのが現れて、あれはなんだろうね、神殿に続く道みたいなのが、できたので、そちら行ってみたいと思います。じゃあ行きましょう。あれ、この女ついてくんの？あ、ついてきてるね。ついてこなくていいんだけどな。おとなしく家で寝てろや、まったく。あ、これしかもさ、ジャンプしないとさ進めないんだけど。この女の子の名前なんだっけ、もう忘れちゃったよ。右上のマップ拡大縮小はできないのかな。全体マップみたいなのを開かないといけないのか。ポポポ、こっちじゃん。完全に誘われてるな。何なんだあのじじいは、なめくさりやがって。だからこのおかしな空、何、空の様子が違ってる。早くルルの焼き桃貝取り返して。焼き桃貝なんてさすぐ作ってあげるのに。あー、なんか緑っぽくなってる。まあいいか。ここら辺のなんか、え、あ、何これ、何これ、紐？あ、調達してくれてる、いいやつだ。これは特に何もなしか。石とかは取れないね。これは取れるやつと取れないやつの見分けがいまいち分かんないな。やってみないと分からないってやつだ。モンスターとかは今のところまだこの神殿っていうか神殿なのかどうかすら怪しいけど出てきてないね。下とかなんかあったりするのかな。あ、こっちも行ける。これ高いところから降りたら死ぬのかな。お、火が灯った。これも火が灯ったね。進めるだけ進んでいくか。ちょっと横道には行かずに。ほれほれ、こっちじゃぞい。今どっちに行った。ピョン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 、どこまで行くのよ。どこか妙な力を感じる。急いで追いかけるんだ。急ぐ必要は別にないと思うけどね。お、調達してくれてるね。あ、こっちに道があるのか。だけ行ってみますか。ほいっと。あの女俺の動きにもついてくるな。指導が俺の動きについてくるのはわかるけど、この女が俺の動きについてくるとはなかなかやるじゃないか。ん、あれ、なんか中に洞窟みたいな感じで続いてそうだな。無人島にこんなものが。ミカミックス、あいつを追うぞ。ここが何なのか吐かせるんだ。よし行こう。あ、宝箱、これ、ちょっと待って、イベントが始まった。普通にさあ追い詰めたわよ。ルルの焼き桃貝返しなさい。良いではないか、焼き桃貝の一つや二つ。確かにあげるよ、そんな。痛いけな老大木槌に恵んでくれても。この白じじい、ルルのためにミカミックスが作ってくれた。お前のためではないけどな。ビルダーが来るのを待っとった。何年も何年も。ビルダー、焼き桃貝を取ったのもビルダーの気を引きここに連れてきたかったため。この壊れた神殿を見てくれ。お主らビルダーならば修理できんか。神殿を修理するための建材は目の前の2つの宝箱に入ってる。設計図もなく神殿を修理するなど、お主のように緩み切った顔のビルダーにはやはり無理か。設計図、こいつのデジも分かんないかな。なんでビルダーになったのかとか。え、なにこれ。
神殿の設計図を描いた。神殿の設計図 30%、 全てのブロック石レンガ36分の11、かがり火4分の1。この地面の線は何だ。これがまさか設計図ってやつか。神殿の設計図を描けなんてあんたなかなかすごいじゃない。確かに設計図をよく見て全く同じになるように建材を置いていけば設計図の建物が完成できる。神殿を作るための建材が宝箱に入ってる。石レンガを並べて上にかがり火を置けばいい。置き間違えたらグローブで外せる。設計図を見て神殿を完成させる。あ、もうすぐできるかね。設計図の上でオプションボタンみたいなのを押すと詳しい内容を見ることができる。ほうほうほう。ちょっと待って、まずはこの宝箱をゲットしよう。これが石レンガね。でこれは、あ、3つすでに入ってんのかがり火。これなんだ、これなんかイベントマークみたいなのがついてるけど、まあいいや。まずは簡単なかがり火からやるか。ここでやるって言ってたよね。今こっちを見てるの、今こういう状況か。今こういう状況。あ、かがり火持ってこいってことこれ。どうやって持つんだっけこれ。何階段じゃん。マス目を、え、持てないよ。どういうこと。まあいいや。で石レンガ、石レンガだよね。この通りに置いていけばいいのかな。まあいいや、作っていこう。邪魔だ指導ちょ、まあ、まあ、待て待て待て。いい、これ調節がさ難しいんだけど。上取って置いて、で置く。でここで、ああ、なるほどなるほど。出来上がったものに関してはあれか、まだ出来上がってないものに関してはこうやって表示されるのね。ちゃんとこれ奥から作っていかないとなんかめんどくさいことになるからな。ほい。でブロックは完成、あと9個、ちょうどか。ぴったししか入ってないな。埋めてよし。これでブロックは OK で、食材よ食材。これがなんだ、どうやって取るんだ。いや離しちゃったよ。これ持てないんだよね。上にある食材パクってくるのか。え、どういうこと。いや持てませんこれ。体力減った今。てかお腹がすげえ減ってんだけど。まあいいや、ちょっと待って。まずは松明、あ、置けってことか。食材持ってたんだ、そういえば。これか。あ、そういうことか。はい、ちょっとずれたし。はい、ちょ待って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 、むずい、ほんとむずいんだけど。おい、置ける食材と置けない食材があるんだね。よし、神殿の設計図が完成した。これで設計図、え、設計図が完成したの、どういうこと。お前がいくらビルダーでもどうしてあんな設計図を描けるんだ。確かにお前の背中のそのでかい方に秘密がある、うん、見せろ。断る。あんた顔が赤いわよ。エッチな本じゃないでしょうね、そんな持ち歩くかよ。ほうほうほう。神殿を完成させてくれたんじゃない。お主ならやってくれると思ってた。見たことのない建物の設計図すら自ら描けるのもビルダーの力。お主は本物のビルダーじゃん。さっきめっちゃけなしてたのに。
手のひら返すの早いな、このじじい。ささやかじゃがわしからお主に神殿を修理してくれた礼をしよう。これを受け取るがよい。おお、ハンマー手に入れた。ビルダー道具ゲット。硬いものを豪快に破壊。薄汚いハンマー、焼き桃貝返してくれると思ったのに。焼き桃貝今さら返してもらって食べるか。もういいだろう、新しいの作った方がいいだろう。大木槌、ビルダーの象徴ともいえる道具。大木槌ならば今まで壊せなかったものが壊せる。より多くのものを素材にできる。そしてミカミックス、お主にわしからもう一つやるものがある。この島丸ごと全部、太っ腹だな。土地としての価値がどれくらいあるかだよね。もうぶっ壊れてるから土地としての価値はなさそうだよな。この島は空っぽ島。かつてこの世界にいた古のビルダーが自らの夢を詰め込もうとした島。しかし今は全てが失われ、島には何もない。あるのは古ビルダーの意志だけ。え、なんかすげえ広そうなんだけど。てか毎回チラチラ映ってるさ、あの扉みたいなの何？わしは待っておった。島をものづくりで満たしてくれるビルダーが現れるの。それをビルダーのミカミックスにやらせようってわけだ。この島に何を作ってもいいんだな。お前は何者なんだ。この島はお前のものなのか。そうじゃ、そうなの。そしてわしはこの島の神様的な妖精的なあれ。くれるって言うんだからもらっておいてどう。帰る、あ、ルルね、こいつの名前。帰る場所ないし、ここで何か作るなら付き合うわよ。どうせ記憶もなければ行くあてもない。お前とならここに住んでもいいぜ。さあどうじゃミカミックス、この島丸ごともらってくれるか。まあいいや、話が進まないから入りにしよう。これから3人でここにルル王国を作りましょう。始動帝国。名前決めろとか言い出し始めないかな。大丈夫か。あ、大丈夫そうだ。ではミカミックス、今からこの島は丸ごと全てお主のものじゃ。さて次はその大木槌で神殿の上にある土の壁を壊してみるがいい。壁の奥にとっておきのお宝があるぞ。大木槌 R2 叩く。押しっぱなしで連続で叩く。まるでグローブと切り替え。あ、ビルダー道具多分まるで切り替えるんだろうな。あ、こういうことね。これで大木槌になったと。ほいほいほい。でこれ、あ、連打してると。しかも連打しながら動けるし、結構大変だな。ちょっと見えないんだけど。あ、なんかある。お宝ってこれなの。このブロッチ板切れ掲示板。似て非なる様子を覗き見できる不思議な不思議な道具。まあ、説明は後で。早速掲示板を覗いてみるがいい。掲示板を見てみよう。掲示板には世界中のビルダーたちが自慢の写真を公開している。人の作品を研究してすごいものを作ろう。オンライン接続。あ、なるほどね。アカウント登録しますって。え、まあいいや、同意しよう。アカウント登録。何のアカウントが登録されたんだ。まあいいや。デイリーランキングナンバーワン。ちょっとあんまり個人情報が映っちゃうとあれだからな。ほうほうほう。良い覗きっぷりじゃったぞミカミックス。なんか嫌な言い方だな。素敵な写真がいっぱい。え、こういうさ、創作性みたいなの全くないからね。もう一度わしのとこに来るがいい。写真を撮ってみよう。オプションで三角で撮影。最大99枚撮れます。撮るような内容もないからな今。ここら辺は特にあれか。お、3の勇者がいる。あれ、壊しちゃったよ。ちょ、待って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 。え、びっくりした。掲示板持ってけるんだ。じゃあいいや、持ってこう。こんなとこ遠いからな。家に飾っておいた方が良さそうじゃない。
よし、飛び降りよう。痛い。腹が減ってる今。その掲示板がね、異なる世界の異なるビルダーが作ったものを見ることができる。まあ力作を世界中の人々に見せつけてもいいと思う。大変なことに気づいた。てかお前火の上に立ってんな。燃えないのか。燃えている。ルル、炎の女だなお前は。島でものづくりすると言っても素材になりそうなものがない。この白爺に抜かりはない。白爺っていつの間にか名前ついてたな。どうやってものづくりの素材を運び込むか、方法は一つしかない。もう一回話すの。ここは空っぽの島。娘さんの言う通り物を作る素材はほとんどない。それにそもそもたった3人でこの島を開拓していくのは難しい。お主たちには物を作る素材とこの島を共に開拓する仲間を他の島から探してきてほしい。とてつもない広いこの島に3人だけで住むのはもったいない。仲間がいれば島も賑わう。だからどうやって他の島に行くんだ。俺たちは遭難者なんだぜ。それもそうじゃ、どうしたも可能。抜かりはないとか言ってたくせに。あら、あれ、割と簡単にさ人が来るな。お前本当に怪しいやつだなんて。自分が誰だったのか忘れた。指導と一緒だな。ものづくりを見れば何か思い出せるかもしれん。船のところに行ってみましょうと。地図に目的地が表示された。どうやったっけ、マップ全体見る。どこ目的地って。山頂にはワープできるんだ。海岸に向かおう。ってことは一回家に帰った方がよくない。家にワープできないのこれ。拡大縮小 R。 ちょっと待って待って待って、こうか。これしか拡大縮小できないの。対して縮小されないな。拡大もされないし。ワープ先をリストで選ぶ。待って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 、なんでワープ先は山頂しかないの。謎すぎんだけど。帰りに何かイベントが起こるからかな。この神殿を出ようとすると魔物が現れるとか言って。ちょっとヒットポイント減らなそうだな。高いところに気をつけよう。ダメージ受けるって全然ダメだった。調子に乗りすぎたわ。で昆布だな、昆布爆食いしよう。あ、結構近いじゃん、スタミナが。ほいほい、ちょっと昆布、今ところ昆布くらいしかないかな、食うものが。不法よかった人がいたでやす。海の上でハーゴン兄弟の船に近づいたと思ったら急な嵐に巻き込まれた。気がついたら海図にないこの妙な海域に迷い込んでいた。波に揺られながらさまよっていたらここにたどり着いた。それでここはどこなんでやすか。あんたたちここで何をしてるんで。イカミックスの島なの。今からここにルル王国を作るのよ。ルル王国なんか面白そうでやすね。金儲けの匂いがするでやす。自分の国にも帰れずどうしようかと思っていた。足にとってこれはまさに渡りに船。決めたでやす。とか足をあなたたちのお抱え船長にしてください。多分今のところさ、船を所有しているこいつの方がさ、財産的には金持ちだよね。辺りの海域はさっぱりわからん。近くの島にならこの船で連れて行ける。いや絶対このさ商人みたいなやつの方が立場上だろ。その船で近くの島に行き、ものづくりの仲間と物を作るための素材を集めてくる。まず食い物だな。それならばモンゾーラという島がぴったり。確かこの島の東にあったはず。モンゾーラ島にはヒゲがダンディーな美男子がおるという、うふふな展開もあるかもしれん。いや美男子はもうどうでもいいよ。
わしが船長に航路を教えてあげようと。いや、もう準備できたよ。こういう感じなんだ。まだなんかいっぱい行けるところがありそうだね。じゃあモンゾーラ島へ行きますか。セーブデータ上書きします。オートセーブデータ削除されます。はい、大きくないんでこの島で集めたものは置いていってもらう。マジで、はい、ちょっと待って。あ、保管用の袋ね。始まりの島、お前も行くんだ。早く船乗れ。いや、お前は役立たずだから来なくていいよ。あのハーゴン教団の船が沈没してから船に乗るのが怖い。気持ちはわかる。いや、俺たちがさ島を開拓している間にさ、お前もこの島を開拓しろよ。いや、緑いっぱいの国にはしない。娘さんのことはわしに任せておくがよ。昆布食ってから行けばよかったかな。とりあえず食いもんだよ、食いもん。マジで常に空腹だからな。あいつそんなところに乗って怖くないのか。いや、でも割とさ早くなんか新しい島に行けたね。まあ、ここからが本番ってことか。まさか破壊の神とビルダーが出会うとは。しかしこれも運命。人も魔物も神ですら運命からは逃れられません。会話してんのこれ。さあ、これよりは創造の時、存分に物を作り復活の日を待つと良いでしょう。破壊神シドこそ滅びゆき世界の最後の希望。いや、やっぱここからが本場っぽいな。今までのは完全にチュートリアル。モンゾーラ、5つの野菜が実る島。そしてドラクエ6のフィールドの音楽だし。しかも野菜5つしかないの、あんまり豊かじゃないな。しかし野菜があるってことはでも食い物にありつけるってことだよね。まあ俺野菜嫌いだけどね。船が揺れて散々な目にあった。そんなに大変だったの。初めて聞く島でやんすね。ザハンやベラヌールとも違う。確かに2の世界からこうどれだけ地図的に離れてるんだろう。足は辺りの海を調べてみやすヤンスに聞こえるんだけど。あ、 100% になってる。いつの間にか。何食ったんだ。壊せるもの壊していこう。完全にさ、これ山賊だよね。突然さ人間が2人来てさ、物をぶっ壊してさ物資をさらっていくっていう。ひどくないかこれ。これ壊せんの。壊せる。樽も壊せる。パクてこう。あ、これっちの方が便利だわ。のロープもパクてこう。もう俺たちが通った後は草木1本すら残らない。それやってたらめんどくさいけどね。これは壊せないか。ちなみにさ、死んだらどうなんのこれって。お金とかは別にないからね。お金が半分になるとかそういうのはなさそう。あ、なんか手に入れた。これ何。あ、泥か。あ、看板がある。ようこそ恵みの島モンゾーラへ。まずは焼きたてのパンをどうぞ。パン、どこにあるのそんなの。この島なんか妙だな。木は枯れてる。地面もブヨブヨして気持ちが悪い。それに変な匂いが立ち込めてる。こんな島で本当に緑を作る仲間が見つかるのか。まずはそれを蘇らせなきゃいけないんだな、きっと。あれを見ろ。なんだあの赤いのは。まあ、確かにちょっと気にはなってた。まず拠点みたいなのを作りたいよね。空っぽ島の家みたいな感じで。どうやら何かの実みたいだな。
え、そうか。ん？ぐわ。どういうことだ、身が爆発した。ひどい匂いだな。あたりの地面もドロドロになりやがった。こんな妙なものがあるなんて、やっぱりこの島普通じゃなさそう。またなんか見っけた。あっちに魔物の気配がする。助けてー、私なんて食べても惜しくないです。結構遠いぞ。まあいいや、行こう。さっきのは特に何もなかったのか。木の柵。ああ、なるほどね。これは？でもこうやって取っていくとさ、意外にいろんなアイテムがあるから、なんかアイテムの枠とか、数いっぱいになっちゃいそうだな。これ超便利だな。破壊しながら進んでいける。あ、なんかあるよ。本みたいなの。待って。古びた本。これって読めるの？え、置くしかないよ。え、どういうこと？ちょっと待って。置く。で、切り替えて。一回さ、破壊しないと。あれだね、ドラキーがいる。大なめくじとかもいいんじゃん。これってハンマーで倒せんの？いや、ハンマー弱い。戦闘用じゃないからか。物は壊せるけど、こっちに大なめくじがいた。いて。倒した。切り株。あ、普通のあれか。あれ？こっちになんかいた？あいつは勝手にやってくれっかな。そういう意味では助かる。やはり戦闘は戦闘用の装備じゃないとダメなんだね。太刀打ちできない。モンスターは割といっぱいいるな。え、なんだ、あっち行っちゃったぞ。何してんだあいつ。こいつ遠距離攻撃を放ってきたね。あ、経験値溜まっていってるじゃん実は。待って、ヒットポイントが減ってる。これも強引でいいよね。だってゴリ押しで。あ、強そう。あ、あいつか。なんか倒せる気がしないんだけど。ヒノキ棒、ヒノキの棒を与えて。ちゃんと敵の攻撃を見よう。透かしてから、いや、こうやってあいつが食らってる間に俺は攻撃をする。で、3発くらい撃ったら攻撃をする。そして逃げる。やっぱヒット&アウェイだね、基本は。いいね、マンドリル倒した。やったぜ。よし、魔物どもをぶっ倒した。岩の上に女がいる。さっき叫んでたのはあの女かと。どこ、まあ行くか。何これ、メガネっ子。ヒエ、どうしても食べるならそっと優しく噛んでください。それはそれで絶対痛いよ。一思いにやってもらった方がいいよ。で、お前はどうやってここに来たの？私はチャコ。え、記憶喪失の指導、ビルダー見習いのミカミックス。ビルダーだなんて大きな声で言わない方がいいです。おかしい人だと思われちゃう。え、そうなの？自称でもビルダーさんがいれば。背に腹は変えられない。畑作りの天才である私の大農園がある。あ、いいねいいね。行きましょう。早く走れや。なるべくそれっぽいところに行こう。あっちっぽいな。ちゃんと来てる？いや、来てない。こっちじゃなかったか。ちょっと見失ったんだけど。あ、地図で、あ、こっちですって言ってるわ。いや、やっぱこっちでよかったじゃん。ルートが違っただけか。これ何？調べる。苗床。あ、ここ拠点になりそうだね。扉。ここに家を作れってこと。あ、人がいるじゃん。あ、またガスがいる。ちょ、さっきの人は。あ、さ、話さないとダメなの？あ、来てる。
ようこそ、ここが私の大農園です。大農園はこれから作る。モンゾーラ島、かつては鮮やかな緑にあふれたくさんのお野菜が育つ実りの島。ババンゴの実が現れてから全ての土が腐り不毛の島になった。この腐った島にかつての大農園を復活させたい。そして緑を取り戻したい。あそこのやつらだいたい、いやさっき見たけどね、俺もポンペオ、この地にはわずかながら作物が育っておる。ひょっとするとこれは、でもババンゴの実もある。こんなに近づいて平気か。ぐわードルトンさん、ポンペさん、あっちです。様子を見に行きましょう。ほい、大丈夫か。ドルトンさん、ポンペさん、大丈夫ですか。どうするのだ、わずかに育っていた小麦もババンゴの実のせいでダメになった。自称ビルダー、 A ビルダー、堂々とビルダーを名乗るなんておかしい人なんですか。そうなの、そういう世界なの。諦めるがよい、やはり大農園の復活など不可能なんだ。だがヒゲの言うことも思っとんだ。腐った土で農園を作るなんて無理。大農園を作ることが私の夢。これさ、はい、いいえってさ、出る必要あんの。とりあえずやることを決めてくれ。そう、最初の畑作り、畑の場所を決めよう。どこか畑か分かるように目印のようなものがあるといい。ひらめいた。あったレシピをひらめいた。かかし、なるほどね。どうやって作るんだっけ。さっき机があったな。あ、ここか。あ、これは装備を作るやつ。こっち入作業台。え、作業台を作るの。まずは、まあでも紐と材料いっぱいあるからね。これ作ろう。あれ、ちょっと待って待って待って、どういうこと。あ、作業台、あ、作業台を置けばそこで作業ができるってこと。生活家具、まあ後でわらべっと作りたいな。まあまずこれを作れって言ってるから作っとこう。まあ1個でいいや。かかし作りました。かかしを置いてみよう。かかしを地面に置くと周りの健康な土を農民たちが耕して畑にしてくれるぞ。農民がいるのそもそも。なんかこう腐ってるところは嫌だな。まあ、少し家から離れたところに、ここら辺がなんか大丈夫そうだからここら辺にやってみる。なんかあるね、正面。じゃあいいや、ちょっとここにかかし置いてみよう。まあ、かかしなんていっぱい作れるからね。畑、え、何マスだった今。農民がいねえんだよそもそも。あれ、あいつらさ、大して遠くに行ってないじゃん。なんかすげえ遠くに行ったのかと思ったら全然違った。かかしを思いついた。いや、もう使っちゃったんだけど。確かにかかしを立てておけば畑の場所が決まりそう。え、ちょっと待って、もう置いちゃったんだけど、引っこ抜けないの。いや、待て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 、あそこにしようって。健康な土が少しだけある。いや、俺もっといいとこ見つけたよ。いや、もう持ってます。ちょっと待って、かかし回収できるのかな。かかし回収して、回収、壊す、え、壊して回収するのかな。回収した、やった。置きに行こう、ここね。はいはいはい、ちょっと待って、また難しいんだよね、置く畑。なるほど、ちょうどそういうマス目になってたってことか。やった、かかしを立ててくれた。これで畑を作る場所が決まった。飛ばしてくれ早速。見てわかると思いますが、わかんねえよ。耕してねえじゃねえかよ。
早く耕せや。あ、耕し始めた。家作ろうぜ、やっぱり。あ、頑張ってるね。じゃあその間に俺はちょっと家を作りましょう。泥はダメでしょ。木材、あれ木材ってさ、ブロックじゃないからね。ここら辺のもの破壊、あれ木材で作れるんだっけ。なんか家の作り方忘れた。ちょっと広い家作りたいんだけどな。あとこれ浮いてんだけど、どういうこと。下に落っこってくるわけじゃないんだ。ちょっと待って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 、ここがあれでしょ、空間をまず潰さないといけないから。飾りか、あ、これあれか、さっきの焚き火と松明、わらベッド、あ、できたっぽいね。なんだ、不思議な何か、何にも分かんない、内容が何にも分かんないんだけど。私から何かが溢れ出てそれを拾った。私のものづくりの喜びが形になったもの。今は何か分からない。集めておくと役立つかもしれない。なんで分かんないのにさ、なんでそんなことが分かんの。何にもいらないものかもしれないじゃん。ハートを落とすことがある。はい、じゃあ集めておきましょう。俺家作りたいのよ、まず。待って、グローブを持ってこれでこうやれば家ができんじゃない、簡単に。ちょっと待って、でこう埋めて、よし、これでまず家を作ろう。さっきさ、すげえぶっ壊しまくっちゃったからさ、あれがないんだけど、材料が。ここら辺だとブロックって持ってくれるの？あ、持ってこれるけどさ、一個ずつやるのめんどくせえな。まあいいや、せっせこせっせこ、まずは家を作ろう。待って、ほい、拠点が欲しいからね、拠点が。まあ、俺が作った家だからお前らは止めてあげないけど、ほい、あとはあっちにも材料があるな。なんかこれいつか2、3個まとめて持ってこれるようになりたいんだけど、1個ずつ持ってくるのめんどくせえ。ほい、待ってね、ちょっと家だけ作っちゃいたい。せっせこせっせこ作っていこう。あと何個、あと、ちょっと待って、ほい、あと3、4個必要そうだな。屋根はないからね、ただいつか屋根とかも作ることになるのかな。で、あと2つか、いけねえし。あれ、これってもしかして持ってこれる。あ、持ってこれそうだな、これにしよう。そこは置けません。はい、おい、よし、小さい空き部屋で、ここに焚き火を作ろう。また焚き火と、焚き火は1つでしょ。で、寝るところ、これは2つ。よし、まあ俺の分とシドンの分だね。あ、1個持ってたわ。で、他のやつは入れないから、お前らそこら辺の草で寝てろや。で、ベッドは、ちょっと待って、ここに1個置いて、で、隣にすると、あいつ寝相悪そうだから、離しとこう。OK。で、真ん中にさ、焚き火置いとくのもどうなの？あ、でも、端にやると燃えちゃうか。そんなことないと思うけど。まあ、真ん中に置いときますか、じゃあ、ほい。よし。じゃ、帰ってくんじゃねえよ、お前。なんなんだよ。侵入者だ。部屋レシピを発見した。部屋の中に特定の組み合わせで家具を置くと名前付きの部屋が完成する。へえ、だってこいつはマジさ、不法侵入者なんだけど。いや、まあ俺も人のこと言えないけどね、山賊だから、やってることは。出てった。
物色するだけ物色して出てったな。何なんだお前らこの野郎。よし、ということで、じゃあ新しい家に来て、とりあえず拠点もできましたので、今回はこれで終了して、まあ、ここはなんか野菜作りとか、農作物を作る感じに、なりそうですね。じゃあ続きは次回やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。